意味言葉と言いましてね、決して言ってはいけない言葉なんていうのもございますからね。はい、皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。皆様、お香典などのお葬式マナーって結構気にされてますよね。でも受付をする時のマナーってご存知でしょうかね。お葬式に行くと決まって参列時のマナーを調べられる人はおられるんですけれども、受付側のマナーを調べられる人っていうのは少ないんじゃないかなというふうに思うんですよね。自分自身が遺族でなくても突然任されることもございますよ。そこで今回は意外と知られていない受付側のマナーについてご紹介したいと思います。お葬儀の受付はやはり特殊でね、もちろん香典会社、ご返礼のお返しなどの扱いなどもございます。何よりその言葉遣いに注意しなければなりませんよ。意味言葉と言いましてね、決して言ってはいけない言葉なんていうのもございますからね。そのあたりのご紹介も含めて解説できたらいいなというふうに思っております。最後までご視聴いただければ、いつ何時急に頼まれたとしても堂々と受付業務を全うできるようになると思いますよ。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。お葬儀の受付のお手伝いを任された時、多くの方は慌ててしまうと思います。そこでお葬儀の受付ならではのこれだけは絶対に気をつけていただきたいというね、お葬儀の罰当たり受付マナーについて5選に絞ってね、改善してみたいと思います。まず、お葬儀の受付係は単なる受付作業員ではありません。参列者と最初に面会をするご遺族側の代表という立場になりますよね。そのためマナーや手順をしっかりと理解し、失礼のない形で弔問者をお迎えしなければなりませんよね。その受付係を頼まれたということは、もしご遺族から信頼されているということの証でもありますからね。不測の事態にも対応できるように、まずは受付の流れをざーっと解説しておきましょう。受付は弔問者から何かを尋ねられることがあってもスマートにお答えできるように準備しておきます。例えばトイレの場所や終了時間、あるいはね、タクシーのご利用など、式の流れや会場のレイアウトなどは頭に入れておきましょうね。時間には十分余裕を持ってね、受付開始の、そうですね、遅くてもまあ1時間前には会場に到着して、トイレや親族待合室などを実際にこう足を運んで目で確認しておくようにしましょうね。実際受付が開始されましたらね、弔問者に芳名帳の記入と芳名カードを記載していただきます。そしてご挨拶を交わしてお香典をお預かりいたします。お香典を受け取ったら、今度はお香典会社の返礼品をお渡しいたします。受け取ったお香典は会計係に渡して、弔問者を会場へとご案内いたします。それ式が終わりましたら、弔問者へ今度はお見送りのご挨拶、受付のその場所を片付けて受付業務は終了ということになります。受付の流れがなんとなく見えたところで、本日の本題、お葬式罰当たり受付マナー5選、まず1つ目は、弔問者にきちんとご挨拶をする。受付係は親族側の代表となりますので、弔問者にきちんとしたご挨拶をしましょう。例えばこの立ち姿もね、片足をだらっと前に出してリラックスした立ち姿はみっともないので、そこはご注意くださいませね。背筋をピシッと伸ばして受付に立ちましょう。そして、本日はお忙しい中お越しいただきまして誠にありがとうございますというふうにね、ご挨拶をします。おごそかなシーンですからね、穏やかな落ち着いたトーンでご挨拶しましょう。雨が降っていてお天気が悪い日であれば、お足元の悪い中お越しいただきまして誠にありがとうございますと言ってね、気遣いを示すようにもしましょう。言葉遣いに気をつけて穏やかなトーンでご挨拶をしながら、お辞儀をする際にも急がずに丁寧に頭を下げる、そういった意識を持ちましょうね。弔問者が喪主の親族である場合には、この度はお悔やみ申し上げますというふうにね、言い添えましょうね。また弔問者が自分の知り合いや親族の場合にはね、軽く会話を交わすことはできるんですけれども、受付作業が滞ることないように、余計なことはなるべく話さずに短めに切り上げましょうね。お葬式の罰当たり受付マナー5選2つ目、意味言葉に気をつける。受付にお知り合いの方がお越しになったとしても、あ、こんにちはとかね、あ、お元気でしたかなんてね、そんな何気ない普段の変わらない言葉遣いでご挨拶しないように気をつけましょうね。お通夜やお葬儀の受付では基本的にはお悔やみの言葉を述べるのがマナーと言えます。ご親族のお気持ちを思いやり、言葉少なに個人のご冥福を祈る言葉を伝え一礼いたします。この時に意味言葉と言われる言葉を重ねたり、繰り返しのイメージを連想させるような言葉などに気をつけるようにしな
ければなりませんよ。例えば意味言葉と言いますのはね、重ねる、再三、くれぐれも、また、たびたび、返す返す、重々とかね、ますます、次々、追って、再び、続く、なお、などのね、そういった言葉を指します。またね、直接的な表現も避けるようにしなければなりません。直接的な表現の言い換えで代表的なものに、例えばね、死亡という言葉ですよね。ご逝去に言い換えたり、生きていらっしゃる頃というのはね、お元気な頃などのようにね、その言葉の表現をマイルドな言い方に言い換えるようにしましょうね。ちなみに仏式ではなくて、神式やキリスト教式での意味言葉もございましてね、そこではご冥福とか、ご供養、成仏、大往生などね、そういった仏教用語を意味言葉とされておりますので、受付開始される前に意味言葉についてのご確認をしておけば間違いないですよね。お葬式の罰当たり受付マナー5選3つ目は、法名帳へのご記帳や法名カードの受け取り方でございます。どなたが弔問に訪れられたのかということはね、もしご遺族にとって大切な情報源でございます。法名帳や法名カードの記入方法については、弔問者が式場に入る前に記帳していただくのが正しい作法となりますよ。受付をする前に法名帳へ記帳していただきましょう。そして法名カードにもご記入いただきましてね、ご香典と一緒に受付でお渡しいただきましょう。最近ではね、お名前を記載していただく代わりに、お名刺をカード式の法名帳に挟んで管理されるという方法もね、取られる地域もあるようでございます。そもそも法名帳や法名カードにご記入いただくご住所やお名前は、ご遺族の方が後でお香典返しされる時に使われますので、弔問者側としてご参列される場合はですね、分かりやすく丁寧な文字で書くように心がけましょうね。その際の受付マナーとすれば、法名カードのご記入に手間取るご弔問者もおられるかもしれませんので、その状況をよく観察しながらね、場合によっては恐れ入りますが、あちらに法名カードをお持ちいただき、お名前とご住所をご記入いただけますでしょうかと言ってね、丁寧にご説明いただければ OK でございます。必要であれば記入場所までご案内いたしましょう。そしていざ受付で法名カードを受け取る際にもね、内容に漏れがないかしっかりね、慌てずに確認していただきましてね、ごく親しい方だとしても、お名前だけではなくて住所まできちんとご記入されているかご確認を忘れずにね、行ってくださいませね。お葬式の罰当たり受付マナー5選4つ目は、お香典は一言お言葉を添えて両手で受け取る。弔問者がご香典を出された場合には、お預かりいたしますと言ってね、必ず両手で受け取りましょうね。そしてゆっくりと一礼をいたします。ちなみにお香典と言っておりますけれども、ご霊前でも間違いではありませんので、お間違いなきようお願いいたします。ここでは便宜上お香典とさせていただきますね。弔問者が受付でお香典をお渡しして、受付を離れられたら、そのお香典を会計係に渡します。まあ、会計係というのはね、大抵ね、その受付係すぐ後ろに配置されていると思いますので、受付業務が滞りなく回せるように、受付係と会計係の配置は担当者が動きやすい形で作っていただければよろしいかと思います。弔問者がまだ受付にいらっしゃるのに、さっさとね、その香典袋を手に取って会計係に渡すのも、これ失礼な NG 行為でございますよ。またご法名を書き忘れたご香典袋を見つけた場合は、ご本人様の目の前で記入するのかとはしないように気をつけましょうね。弔問者が受付を離れられてから代筆してくだされば、配慮の行き届いたご対応と言えます。いずれにいたしましても、受付係と会計係のこのパートナーシップが受付業務の鍵になりますので、特にお金を扱いますしね、事前にしっかりと顔合わせをして打ち合わせを済ませておくのもマナーのうちでございます。また開式の時刻が近づき、受付が混み合う時間帯がございます。そうやって弔問者が受付の前にずらーっとね、連なっている場合には、受付係の手元に香典袋が溜まってしまうということもあるでしょう。下手をすれば香典袋が受付の下に落っこちてしまうことも考えられます。お香典の盗難や紛失を防止するためにもね、たくさんのお香典袋を溜めたままにしないで、できるだけ早めに会計係にお渡しするようにしましょう。なお近年のね、コロナ禍にあって家族葬で取り行われるご葬儀も少なくございません。ご遺族側がご香典自体をご辞退されるご葬儀もございます。そんな中でご香典自体の旨をお知らせしていたにもかかわらず、ほんの気持ちですということでね、お香典をご用意してご持参される方もおられるかもしれません。その時は決してね、受け取らないように気をつけましょうね。そしてこのようにお伝えいたしましょう。申し訳ございません、ご遺族あるいは個人のね、ご意思によりご香典をご辞退申し上げております。丁寧にご説明いたしましょう。これもね、過去にもちょっとね、トラブルを経験したことがあるんですけれども、
お香典を辞退申し上げますといったね、そういった張り紙を受付に貼ってご案内しているにもかかわらず、お香典を渡されるなんてことがありました。ここできっぱりとね、お断りしておかないといけません。万が一押し切られて受け取ってしまうなんてことがあると、トラブルにつながりかねませんので、ご遺族あるいは個人のご意思をしっかりとお伝えして、相手への敬意を示しつつ、はっきりとお断りくださいませね。お葬式の罰当たり受付マナー5選、最後の5つ目は返礼品のお渡し方。返礼品は法名帳への記帳、または法名カードとお香典の受け取りが済んだタイミングでお渡しをいたします。場合によっては記帳とお香典も前後することもありますけれども、まあ、あとはね、大規模なご葬儀とかの場合には返礼品を渡す専用の受付係を別に決めておくと安心ですよね。あとはお香典を連名で行ったりとかね、出席できなかった方の分も持参したりする弔問者もおられます。お渡しする返礼品の数を間違わないように確認いたしましょうね。ちなみにお香典が連名の場合には人数分、団体の場合には返礼品は1つお渡しするのが基本となります。返礼品をお渡しする際には、こちらをどうぞとかね、こちらお礼の品でございますなどとね、控えめに言葉を添えながら手渡ししましょう。返礼品を渡し終えたら、会場入り口はあちらでございますと声をおかけして、弔問者をご誘導してください。ということで、お葬式の罰当たり受付マナー5選、1つ目は弔問者にきちんとご挨拶をする、2つ目意味言葉に気をつける、3つ目法名帳へのご記帳や法名カードの受け取り方、4つ目お香典は一言言葉を添えて両手で受け取る、5つ目返礼品の渡し方、以上5つでございました。その他にも受付係のお仕事はいろいろございます。年配の方や車椅子でお越しの方など、助けの必要な方にはお席まで付き添っていただくとか、クロークがある場合にはコートなどを預かり引き換え券を渡すとか、開式時間よりも早くご到着された弔問者には受付を先に済ませていただき、お時間になるまで待合室などでご誘導いたします。そしてお時間になればどうぞ会場にお入りくださいとご案内するのもね、受付係のお仕事だと思っていただければ間違いございません。とはいえ地域性もありますし、お葬儀の規模や会場によっても受付業務の業態やその作法に違いがございます。まあ、コロナ禍の影響などでもガラリと変わってまいりますので、受付当日は不測の事態も想定しながら、お時間に余裕を持って会場入りしてくださることが受付マナーの大前提と言えますからね。もしご遺族や弔問者の皆様が安心をして個人に思いを手向けられる、そんな空間づくりにご留意いただければ幸いでございます。今日の動画が参考になったと思われたあなたは、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお目にかかりましょう。かんちゃん住職でした。